まっしょい。行きまーす。じゃあまずね、夕焼け鳥に先に行ってみようと思います。にやってきましたよ。これからの季節はね、ススキが綺麗になるのと、ちょっと涼しくなってきたんでね、キャンプに来られる方とかね、増えてくると思います。ではちょっと山の方に行ってみたいと思いますね。登っていってきましょう。すごい虫の声がね聞こえてます。暑いんですけれども、秋に近づいてるって感じですよね。ほら、見たい方だよ。怖い。もうすごいわ、そこ。きれいきれい。向かい側で撮ってる人おるやな。うん、見たことある。うんうんうん、せやな。え、どう出る？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 はい、ありがとう。これはちょっとリフレが狙うエールンデじゃないですかね。池に綺麗にリフレしてます。あ、風が吹いて気持ちいい。綺麗にリフレしてますね。アリも大きな、ここのアリがすごい大きい。ここのアリ、おお、すごい。階段が結構しんどいな、これ。階段より横道歩いてる人多いっぽいな。脇道のとこにみんな道筋がついてる。一段の階段が結構高いもんな。
今日はソニ高原というところに夕方のマジックアワーと、夕日とね、あとね星空の撮影をね楽しんできましたよ。最後の最後にカメ子がね夜道でね突っ転んで足の膝をすりむいてしまいました。大怪我してしまいました。気をつけたいと思います。よろしければ高評価グッドボタン並びにチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。それではね、ありがとうね、バイバイ、またねー。